はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、オクラですね。オクラね、だいぶね育ってきまして、まだね収穫はできるんですけれども、そろそろね収容になってくる時期にもなってきました。そんなオクラになるんですけれども、このねオクラを育てた後ですね、どんなものをですね育てていったらねいいのかっていうところですね。今日はですね、おすすめな野菜4つをですねちょっとねご紹介していきたいと思いますね。オクラはねとてもね美味しくてですね、オクラにお肉巻いてね焼いて食べたりとか、納豆にね細かく刻んで食べたりとかね、いろいろね美味しくねこの夏ねいただいていました。はいね、そんなオクラですけれども、まだね、だいたい9月いっぱいぐらいまでがかな育てられる可能性ありますので、ちょっと肥料もね上げつつ、2週間に1回ぐらいですね、僕は生ごみの堆肥とかですね入れたりしてるんですけれども、はい、育ててねいきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、結論からね言ってしまいますと、育てられるね野菜4つですねはこちら、ニンニク、玉ねぎ、そら豆、スナップエンドですね。このね4種類ですね育てることができます。オクラはですね、基本ね根っこですねしっかりね張っていく野菜になりますので、しっかりね奥の方までですね根っこがね入っているので、とてもね土が柔らかいです。そして、ニンニクですね、一番最初ね、ニンニクはだいたい9月上旬からね植え付けられるね野菜になるんですけれども、はい、ニンニクをね植えることによって、ニンニクもね結構土深くですね入って育てていくので、土がですね深く入っているので柔らかい状態なんですね。なのでその状態の時にですね、オクラをね育てた後にね育てると、ニンニクね相性が良かったりします。そして次はね玉ねぎですね。玉ねぎもですねよくね育ちます。だいたいね今ね最初説明ねしたと思うんですけれども、だいたい9月頃ですね、ニンニクこのねオクラはね収穫が終わります。なので9月頃終わりまして、10月頃ですね土作りをして、玉ねぎはですね苗ね植え付けるのが11月ぐらいになりますので、タイミング的にもですねちょうどいいかなというふうに思います。はい、そんな意味でもですね、はい、オクラの後にですね、玉ねぎね育てるとよくね育ったりします。そして、3つ目ですね、3つ目はそら豆になります。そら豆もですね、だいたいね種まきする時期が10月頃でしょうかね、10月中旬ぐらいになりまして、それで、11月頃ですね、まあ、あの種ね植えない人はですね、苗を購入してきて11月頃ね植え付けたりします。なのでタイミング的にもですね、はい、オクラのね育てた後にですね育てやすくねなる野菜になりますので、そういった意味でもですね、オクラの後にですねそら豆ねおすすめになります。しかもあのオクラはですね結構ね肥料もね、使う、育てるにあたって必要になるんですけれども、そら豆とかはですね、あの根粒菌、豆科の植物になりまして、根粒菌って言ってね、土の中に自分でね空気中の窒素を吸収して、それでね、自ら栄養にして育てようというね力があるんですね。なのでそういった意味でもですね、豆科の植物ですね、オクラの後にね育てていくとね、よくね育って、肥料がね少ない土地でもねよく育っていきますので、そんな感じでね、はい、オクラの後ねおすすめになります。そして、4つ目ですね。4つ目は、スナップエンドですね。それもね、スナップエンドも同じようにマメ科の植物になりまして、だいたいね植え付けが、同じね10月中旬ぐらいからね11月頃になります。なのでそれをね植え付けまして、それで翌年ですね4月頃収穫がねでき始めるっていうね感じになりますので、はい、スナップエンドもですねおすすめな野菜になります。なのでね、こんな感じで4つですね、ニンニクであったりとか、と玉ねぎ、あとはそら豆、スナップエンドウ、これねどちらもですね、冬を越して翌年春にですね収穫できる野菜になりますので、オクラの後にですね、はい、育てるにあたってね大切なものになります。ただあとね、オクラですね育てた後ですね、こんな感じで次のね野菜育てていくんですけれども、翌年ですね、去年もねあの僕ね育てていて思ったのは、例えばですねそら豆とかニンニクとかですね、玉ねぎですね、玉ねぎは早く取れるタイプの早生のタイプだったらいいんですけれども、オクテって言ってね6月頃ね収穫できる品種もねあるんですね。そうするとあのピーマンとかですね、ナスとか
トマトとかですね、そういう夏野菜がね育てるのが遅れてね、場所がねちょっと少なくなっちゃうよってねこともねちょっと思ったりしてありますので、まあ、この場所はね夏野菜、来年の夏野菜も育てないよっていうね、気持ちでやってね行くといいかなと思います。でもね、あのスナップエンドウとか早生のタイプの玉ねぎはですね、つけてねやっていけばね4月頃収穫をして、はい、5月のですね秋夏野菜にね間に合うかなってね思いますので、そんな感じでねちょっと計画的に、はい、育てていくとね後々苦労しなくてもねいいのかなと思いますので、よければね参考にしてみてください。ちなみにねこちらね今ねオクラ育っているものになります。こんな感じで大きくなっていますので、収穫したらねこの下の葉っぱは落としてねいくんですけれども、ここですね、はい、カットして収穫をしていきます。こんな感じ。そして隣のこちらのオクラもね収穫をしていきます。これね丸オクラに、ね、なるんですけれども、とてもね甘くてね美味しい。こんなね大きくなってもそんなにね皮が硬くならないでねいただけるねオクラなので、はい、今晩もねいただいていきたいなってね思います。はい、今ですねいいね野菜の組み合わせって形でねご説明したんですけれども、逆にね悪いね野菜の組み合わせがあるんですね。例えばこちら、ビーツであったり人参であったり大根であったり白菜とかですね、アブラナ科系のね植物、ブロッコリーとかですね、そういったものはですねあまりね良くないんですね。っていうのもですね、オクラはですね育てた後にネコブセンチュウっていうですね、ミミズよりねすごくですね、ちっちゃい糸ミミズよりもねもっとねちっちゃいですねミミズみたいなねものがね土の中にね潜んでることがあります。これが潜んでいるとですね結構ね根っこをですねボコボコにねしてしまう危険性があるんですね。そうするとボコボコになってしまうとうまくね栄養とか水分ですね野菜が吸収しなくてね、あまりねよく育ちにくくなってしまいますので、そういったねものはねあんまり育てない方がねいいですね。でもねそれでもねどうしてもね場所がなくて育てたいよっていうね方もねいらっしゃると思います。そういった方はですね、太陽熱消毒って言いまして、透明なマルチをですね、お水をですねしっかりかけてから覆ってあげて、2週間ぐらいですね熱をですね50度ぐらいになるように、土の温度が50度ぐらいになるようにですねしてあげます。あとはですねこういう、米ぬかですね、米ぬかがねこれあるんですけれども、こういったものをですね土にね撒いてすき込んでおくとですね、この米ぬかから出るで米ぬかをね食べようとして乳酸菌がね集まってくるんですね。そして乳酸菌が出る成分をですね、ネコブセンチュウがですね嫌がりまして、センチュウがね嫌がって予防にねつながったりしますので、そんな感じでね対策するのも一ついいのかなってね思います。ちょっとね僕もねここねちょっと、以前ね玉ねぎをね育てていたところになりますけれども、秋冬野菜ですね、ブロッコリーとかキャベツですね育てていこうかなってね思っています。隣はねちなみにさつまいもをね育てているところになります。なのでちょっとここにね今のね米ぬかをですねちょっとしっかり撒いて予防をねしていきたいと思います。こんな感じでパラパラパラってねパラパラパラってちょっと雪がねうっすら積もるぐらいですね、そのぐらいを目安にやってあげていくといいですね。あんまり多いと逆にね乳酸菌が変な感じで集まりすぎてしまって逆効果にねなってしまう危険性がありますので、ちょっとねこんな感じで混ぜます。そしてこのようにやりましたら、土ですねちょっとねこんな感じで、混ぜてね土の中にね潜んでいるネコブセンチュウですねが、いなくなるようにですねちょっとね、はい、やっておくといいかなと思います。よし、はい、こんな感じですね。 OK です。はい、できました。はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですね今ですねオクラね収穫したんですけれども、はい、まだまだねオクラ大きくなりますので、ちょっとね追肥もしながらね、9月いっぱいねしっかり育てて、はい、次の野菜につなげていきたいなってね思います。
またね次の野菜もですねちょっとね育て方とかですね、ご紹介していきたいと思いますので、そういった情報もですねチャンネル登録と通知ボタンね押しといていただけるとあなたの元に届きますので、よければねよろしくお願いします。またね質問とかありましたらですねこちらのチャンネルでもねお答えしていますので、そちらもよければ参考にしてみてください。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。